ん？なんだよ、お嬢ちゃん。オイラのことじっと見てよ。B ちゃんのこと、どこかで見たことがあると思うんだけど、それがどこだったか思い出せなくて。さっきもそんなこと言ってたな。つってもよ、オイラと嬢ちゃんはさっき初めて会ったんだぜ。きっと、B 君がケルベロス君に似ているからじゃないのか？え？それで騎士官を覚えている、という可能性もある。うにゃあ、オイラがこいつと似てるだって。おいおい姉ちゃん、聞き捨てならんセリフが聞こえた気したな。ん？どちらも愛らしいという点ではとても似ていると思ったのだが。似てへん！あ愛らしいぞ、 B 君もケルベロス君も。あ確かに似てるかも。おーいい桜もかいな。しかしこの姉ちゃんは人の話を聞かへんな。カタリナはモフモフした可愛いものが好きなんだよね。ワイの本当の姿はかっこいい中ね。オイラだって可愛くねえやい。本当はかっこいいドラゴンなんだからな。ところでさっき、さくらちゃんが黒カードを使って占いをしているところを見てましたけど、黒カードって何でもできてしまうんですね。とっても興味深いです。なんや、ルリアは黒カードに興味持ったんか？さくらちゃんを見ていたら少し。ほんならさくら、黒カードでできることちょっと見せてやったらどうや？クローカードの力を？わあ、見せてもらえるんですか？やったー。うん、大丈夫です。それじゃあ、さくら、ここはあれや、チェンジを使ってみ。チェンジ？え、でも誰を？B と Y は違うってことを証明するいい機会やないか。あの姉ちゃんも身をもって知ることになるで。え？ B ちゃんを？ケロちゃんがそう言うなら。なんだ？それじゃあ行くよ。ワクワク。他の者たちの心を入れ替えよ。チェンジ。あ、なんでワイの体が。うて。ちゃう、ちゃうで、さくら。ふにゃー、なんだってんだよ。おいおい、ジョイちゃん、オイラに何したんだよ。おはは。何してくれてんねん。ワイやなくて姉ちゃんと帰ろ言うたつもりやったんや。これは。ほえ、そうだったの？でもケロちゃん B ちゃんと違うところを見せたいって言ってたじゃない。だから私、てっきり B ちゃんと入れ替わりたかったのかなって。そんなわけあるか、さくらのアホ。アホって何よ。そんな言い方ないじゃない、ケロちゃんのバカ。バカとはなんや、バカとは。オイラの体、オイラの体。B さんがケロちゃんさんになっちゃったんですか？そしてケルベロス君が B 君になっている。これは一体。ルリア、今のオイラはお前らの目にはどう見える？今まで一緒に旅してきたオイラじゃなくなってもちゃんと仲間だと思ってくれるか？B 君、
B 君はどんな姿になっても B 君じゃないか。多少姿形が変わったとて、そんなことを気にする私たちではないぞ。お姉さん。ああ、いつでも、どんな姿になっても、B 君は愛らしいんだ。自信を持ってくれ。おにゃ！おいらの感動を返してくれ、クソン！大丈夫ですよ、B さん。B さんだって、ちゃんと思います。そんなに変わってないと思います。おい！そんなに変わってないってどういう意味だよ、ルリア！ああ、そういう意味じゃなくて。ごめんなさい、B ちゃん。でも、明日になればチェンジの魔力が弱まって、元に戻せるから、心配しないで。よかったですね。B さん、元に戻れますよ。ああ、そうだな。ってことはやっぱり、今日一日はこの姿のままってことか？あ、それは、その、うん。ほんとかよ。明日までこの姿。それはワイのセリフや！たく、明日までこの姿なんてかなわんでほんま！はわー。クローカードさんって本当に何でもできるんですね。体を入れ替えてしまうなんて。私もちょっぴりカタリナと入れ替わってみたかったな。ん？何を言うんだいきなり。なぜそう思う？だって一度でいいからお姉さんになってみたいなって思って。お姉さんか。心配しなくても、君はこれからまだまだ成長するさ。そうかな？そうだと嬉しいな。オイラのことじっと見てよ。B ちゃんのことどこかで見たことがあると思うんだけど、それがどこだったか思い出せなくて。さっきもそんなこと言ってたな。つってもよ、オイラとジョーちゃんはさっき初めて会ったんだぜ。きっと B 君がケルベロス君に似ているからじゃないのか。え？それで騎士官を覚えているという可能性もある。うにゃ！オイラがこいつと似てるだって！おいおい姉ちゃん。なんだよ、お嬢ちゃん。オイラのことじっと見てよ。B ちゃんのこと、どこかで見たことがあると思うんだけど、それがどこだったか思い出せなくて。さっきもそんなこと言ってたな。つってもよ、オイラと嬢ちゃんはさっき初めて会ったんだぜ。